カウフェリングは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のランツベルクアムレヒ群に、属室市場町で、軍庁所在地のランツベルクアムレヒの北に、約5キロメートルに位置する。元々の村の中心部は、レヒ川の東岸にあったのだが、より大きな住宅地が、レヒ川西岸から約500メートル離れた、連邦道 B17 号線沿いから形成され始めた。この町は、 公式には二つの地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落は首ーのカウフェリングのみである。カウフェリングの最も古い起源は6世紀に遡る。当時ゲルマン民族が南ドイツに侵入し、レヒ川沿いに村を築いた。当時のジッペの長老の名前がおそらく空砲であったと考えられている。末尾のイングはこの村が ゲルマン由来であることを示している。時代とともにこの集落の名前は、キビリン、キバイリン、チャフェリン群、クーフェリン群、クーフェリン群と変化した。カウフェリングの村が最初に記録されたのは1033年である。当時ゴッドヘルム大修道院の下部組織である、ベネディクト・ボイエルン修道院がこの村に所領を得たので、ある。カウフェリングは、中世には、ベルフェン家の所領であった。 ハインリッヒ思考がこの家系の代表的人物である。やがて塩街道がカウフェリングから数キロメートル川を遡ったところを通るようになった。これがランツベルクアムレヒの起源である。このためカウフェリングの城はその重要さを失い急速に荒廃していった。村の全般的な発展も塩街道を失ったことで停滞した。 1872年の鉄道建設がこの町に発展をもたらした。技術的な問題から、鉄道は隣接する郡庁所在地を通らず、カウフェリングに駅が設けられた。ここで、ミュンヘン・グーフローエ線とアウクスブルク・ランツベルク・アムレヒス線が交差する。1944年、第二次世界大戦末期に、ランツベルク及びカウフェリング周辺に、 ダッハウ強制収容所の14の外部、強制労働キャンプが設けられた。これらは、カウフェリング外部収容所群と総称された。1944年6月18日にまず1000人の収容者がアウシュビッツからカウフェリングに移送されてきた。彼らは、軍備プロジェクト、リンゲルタウベ作戦の一環として、Z 戦闘機、メッサーシミット目262を製造するための3つの、 巨大な地下沿平号を作る作業に従事した。ルクセンブルクの強制収容所主催のジュールズヨースとは1945年3月9日までに28,838人の収容者を記録している。飢餓、霊気、チフスなどの薬病が蔓延する非人道的な宿舎、全滅まで続けられた強制労働による搾取により、14のカウフェリング外部収容所群は、 冷たい仮想場と称された。1944年までは働けなくなった収容者はアウシュビッツのガス室に送り返された。1944年11月以降はカウフェリング外部収容所群の収容者は他に送られることなく収容所の中で亡くなった。遺体は近隣の共同墓地に埋葬された。ユダヤ殲滅作戦の最終フェーズであったが、この収容所群では 1> 約1万5000人の収容者が生き延びて、生存者は1945年4月27日にアメリカ軍によって解放された。第二次世界大戦後、駅と古い街の中心との間に大規模な難民キャンプが設けられた。1940年代末からここに住宅地が造営され、それから現在のノイカウフェリングができた。2004年12月9日に、 カウフェリングの北、レヒ川第18番席近くの森に、ドイツ空軍の第32戦闘爆撃隊の透明土器が、レヒフェルトからの離陸直後に墜落した。二人の乗員は共に落命した。ドイツの武器将、カール・ハインツ・シュライバーは、カナダに移住するまでカウフェリングの家に住んでいた。この家は、捜査当局から徹底的に捜査された。MVV の拡張に伴い、 カウフェリングの中央に位置する駅まで S1S8 号線の終着駅を延長することが検討されている。2007年10月末にランツベルクアムレヒ軍の軍議会はカウフェリングに実家学校を建設することを決定した。2008年9月11日にカウフェリングは975年祭の機会にバイエルン州当局はこの町を市場長に昇格させた。 北西から見たアルトカウフェリングの眺めこれらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり日本語版作成に際して直接参照してはおりません。ありがとうございます。